さあ、前回のパートいたずらしてもらったアリアちゃん、今回はちゃんと進むよ。戦車やな、確か。ああ、カード2つ以上のカードを同時に使えるのか。じゃあこれで解除かな、解除できた。で、戦車。うおお、呼んだか。なんだ、ラベンダーを楽しみたいって。そうか、そうか、いいぞ。お前、ラベンダーに失礼ってことを考えたことあるか。マチョールさんにお願いがあるの。この扉、壊せる？ふわっ、ぶっ壊すのは大好きだ。俺に任せろ。危ねえから離れたろ。怪我するぜ。どうすかい？おっさん、お前、それが取り柄だろ。これぐらい壊せんかったら、お前、台無しやぞ、その取り柄。くそ、びくともしねえな。少し待ってろ。あ、おっさん逃げた。壊せんもんができたけん逃げた。あ、なこれ。戦車？それ木だけど大丈夫なの？おお、なんかいい音がすごいぞ。音がすごい。木の戦車で鉄の扉壊しちゃった。何が変わった。木の戦車あるだけで木やぞ。戦車とは言っても木やぞ。それがあるだけなんでこんなに変わるん。ち、戦車も壊れたか。戦車壊れちゃったね。私のせいでごめんね。ま、あんまり気にしない方がいいよ。気にするな、俺も気にしない。そうそう、気にしない、気にしない。そう、早い、中に入れるようになったんだ。早く行け。行ってくるね。あとついてこないでね。行ったか。くそ、戦車壊れちゃった。ずっと一緒だよって約束したのに。飼ってたペットが死んだ時みたいな反応するんじゃない。なんであんな錆び鉄に負けるんだよ。埋めてあげよう。お墓作ってあげるのか、戦車に。本当に犬か猫か飼っとるペットが死んだ時みたいになってるやん。暗っ。なんか降りそうで怖いな。あ、強制終了という魔物がおったわ。嫌だな、真っ暗。ハングルマンの次に嫌だな。なんもないんか。暗くてよう見えんけど。螺旋状の階段になっとんじゃ。そこそこ塔長かったもんな、これ。ああ、お、誰かおる、誰かおるで。お前か。ちょうどお前の名前さっき使ったとこが出てきやがったよ。もしかして聞いとった？聞いとったらごめんなさい。その通りです。どういうこと？思えばクソガキか。こんな声だったっけ。ハングドマン、あー、びっくりした。どうやって入った？あれ、ハングドマン、こんな声でやりよったっけ俺。どうやって入った？あれ。忘れたわ。マチュールさんが壊してくれたよ。待てよ。だとしたらハングドマンこそどうやって入ったんだな。あの入り口、ハングドマンが壊せるようなもんじゃないと思うぞ。しかし下でバカでかい音をしていたが、あの扉を壊しただと。ハングドマンはどうやって入ったの？そこすごい気になるところ。俺は外壁を登って窓から入った。泥棒みたいなことしてるや。コソ泥みたいなことやってるやお前。来る途中に来た見張りの兵士は？あいつらヘタレ兵士は自分より強いやつには何も言わん。なんだ、クズガキは止められたのか？うん、あ、でもね、それはね、アリアちゃんが可愛いから、ここはこっちから、こっちから向こうは危ないから、ジョーちゃんは来てダメよっていう、そういうね、そういうちょっと私のことを気遣ってね。だからさあ、舐められてるとかそういうんじゃないからね。しかしここにいるってことは兵士を何とかしてきたんだろ。やるじゃねえか。ああ、それは私がお願いってちょっと可愛く言ったらね、通してもらえたからね。どうしてこの塔にいるの？ここは兵士が守る。こんな声だっけ、ほんとに。ここは兵士が守ると、とんでもないものが隠されているはずだ。大きな財産とかな。
お前ルパンみたいなこと言ってるやん。そういう財宝があったらワクワクするんだみたいな感じだか、お前。そういうタイプの人間か、ルパン三世や、お前。財宝？先に入ったのは俺だから、財宝があったら8割が俺がもらうぜ。私はいらないよ。残りの2割は私名義で募金するね。そしたら私が寄付したっていう、そういういい人間っぷりが伺えるからね。ふっ、後から欲しいとか言うなよ。自由になれたんだ。財宝をいただいて贅沢な暮らしをしてやる。先に行けよ。お前が財宝はいらないなら急ぐ必要ないからな。一緒に行こう。アリアちゃん、別にハングルマンと一緒にいたって何の得もないぞ、お前。怖いのか、ホーントガキだな。一緒に行ってやる。ハングドマンもハングドマンでさ、こう言おうけどさ、頭の中じゃ、またこの嬢ちゃんの尻を眺めながら一緒に行けるぜ。あわよくば触ってやろうかな、その尻にって思ってる。ハングドマンは変態だからな。よっしゃ、なんか知らんけどハングドマンがまだついてくることになってしまった。てっぺんかな、この次が。レックーザおらん、レックーザおらんで。で、いたや。まだいたできたやん、これ。なんなん、この結局、この板は。3枚ぐらいあるんじゃん、すでに。苦労してここまで来たのに、その板だけか。財宝はなかったね。この板、いる？いらねえよ、そんなゴミ。それなら私がもらうね。この板を、後日、何でも鑑定団で鑑定してもらったら、300万の値がつきましたとさ。そんなもの何使うんだ。知らないけど何かに使えるかもしれないから。使えないと思うわ。綺麗な星、ここからならと何でも見えるね。結構高いもんな、これ。この塔こんなに高かったのか。クソガキはなんでこの塔に登ろうと思ったんだ。それはね、そこに塔があるからだよ。この世界でまだ見たことのない場所だったから。ガキのくせに旅してんのか。私はこの世界から戻る方法を探しているの。なんかこの二人、こう見たらさ、この二人がなんか愛し合ってる夫婦みたいな感じがしてちょっと嫌なんですけど。ハングルマン、お前そこどけ、俺が変わるみたいな感じになってますけど。戻る？そういや、クソガキはどうから来たんだ。こことは違う世界から来たんだよ。信じられないかもしれないけど、占い師がね、愚者のカードを選んで、気がついたらクロスカンにいたの。愚者ってまんまじゃねえか。クズガキにぴったりだ。クックック。笑えるわ。そういうハンクドマンはクソ野郎だね。クソ野郎ってカードがあったらハンクドマンが敵人だね。笑い事じゃないよ。私は困ってるの。違う世界か。どんな場所なんだ。ここよりいいのか。信じてくれるの？ああ、信じてやるよ。私の世界はね、ここよりも広くてね、建物も多くて自然も多いよ。あとね、お姉ちゃんが美味しいバームクーヘンを作ってくれるの。3階にいっぱい焦がすけど。面白そうだな。ハンクドマンって口は悪いけど、やっぱり優しいよね。けど、ハンクドマンが私のお尻に視線を向けているの知ってるよ。絶対信じてもらえないと思ってたよ。クスガキだけど、嘘で人を騙すようなやつじゃないだろ。俺が認めてやったんだ。感謝しろよ。うん。じゃあ私もハンクマのことを変態だって認めてあげるね。別の世界とやらに興味がある。俺も連れて行け。帰る方法がずっとわからないの。ザラシの魔術もダメだったし。ここにいても仕方がないし、下に戻るぞ。で、結局ハンクマと一緒に、うわー、落雷が落ちた。え、天空からピカチュウ迷い降りてきた。おい、早く手を。助けて、おじちゃん。あー、アリアちゃん。アリアー。あ、ハングドマ、何気に今初めてアリアって呼んだね。ちょっとラブシーンの、ラブシーンを見てる気がするね。何を急いでるんだ、俺。あの高さから落ちたんだ。もう助からないだろ。しかし、アリアちゃんは主人公補正で助かるんだよ。雷に打たれた方がいいのは俺の方なのに、なんであのガキなんだよ。クソ、墓ぐらいは作ってやるか。何気にハングドマンがいい人説に見えました。
クスガキの死体がない。それどころか落ちた形跡すらない。どうなってるんだ。あ、マチョール、お前どこ行っとったんや。あ、お墓作ってきたみたいな感じかなこれお前顔色が悪いな。なんだこいつ。俺のラベンダーおかげ元気出るぞハングドマンにもラベンダー押し付けるんじゃ。いいぞ、持ってやれ。ハングドマンはそんなことやってもいいタイプだぞ。うせろ、俺はお前の相手をしてる暇はないんだよ。くせんだよ脇が野郎、早く消えろよ。あ、怒るわ、怒った。真っ赤っかー。ふわー、沸騰寸前パンチ。ぐわー、脇がじゃないんだもん、ラベンダーだもん。あー、すっきりした。戻った新しい戦車作ろうと。ふん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 、ガールズパン、ガールパンが見たい。今度ガルパンが見たいマチョールです。何この世界ちょっと、マチョールで茶番してる時にそんな世界見せるのやめてください。アリアちゃんどんなところ来たんやこれなんで塔から落ちてるこんなところ来たんだもう不条理にも不条理を重ねてるぜ。あれ、塔から落ちてまた誰かが助けてくれたのかな。これはあって、足、なんか気持ち悪い場所。本当やで、これ手と足なんこれ。あ、手と足じゃこれ、手やもんこれ。デーモンハンドやん。おお、アリアちゃんがクリーチャーだったら CO トリガー発動で死んどるよ今。なんでこれ。右の方に行ったらいいかなこれ。こっちじゃない、こっちか、こっち。あ、誰かいる。あったらまずいような人がいるこれ骸骨？大きな釜を持ってるし、なんか怖い。死神じゃん。これ完全に死神やん。ブリーチの死神大根みたいな感じじゃないタイプの死神やんこれ。どうしよう、見つかっちゃったかも。捕まらないように黄色い光の場所まで行こう。あ、そういうゲーム始まる。逃げる系のゲーム始まりますか。足で邪魔でこっち来れんのじゃ。バーガーバーガーアホアホ、骸骨、歌丸カツラ歌丸はい、バーガー野郎、こっちまで来てみやがれ。バーガーアホ歌丸よーし、なんだこれ、だったら楽勝やった。ただ黄色い光のところまでって言ったけど、その黄色い光がどこかわからんのよな。あ、めっちゃくついてやばいやばい、あーぶわー、油断してた。歌丸だと思って油断しとった。死神の鎌、これスピード的に絶対逃げ切れんと思うんやけど、これしかも黄色い光の場所どこか全然結局わからんかったヒント見よう。これ、あ、普通に逃げても捕まるんじゃん。やっぱ手持ちに使えそうなものはないかな。あ、手持ちのなんかを使って解決する感じのやつだったんじゃ。なんかあったかな、カード使うんかな。あ、運命の輪であのゲートを開いてそのゲートから逃げる。知らんわ今のゲートの数とか知らんわそんな教えるために出てきたんかお前どうにかしてくれ、見えとんだったらどうにかしてくれ。これトゥインクス、お前手伸ばして助けてくれたりせんのかー気配消して行動できる。こいつにも、こいつに対しても気配消せるんかな。あ、どこにおったかわからんようになったみたいにさ、動きが緩慢になった。ざまあ見ろ、ざまあ見ろや、はっ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 。大西さんこっち。あ、自分から行ったら捕まるんや結局さすがに自分から行ったらあかんのやでもまあ今のみたいな感じで気配消して黄色いゾーンを探せばいいんじゃ。ここで来るか、それセーブしとったけんよかったものの。どこだ黄色いゾーンって。なんか右上にあるけど、あ、これか、この矢印のとこやな。こう行ってこう行ってどう行くん、これこっちか、こう行って、よっしゃ死神
やっぱりあれし、あの骸骨死神かい。よっしゃー、戻ってきた。死神のカードを手に入れたわ。使うと生命力が奪われてたな。めっちゃ気になる。使ってみたい。一旦ちょっと忍者のカードでちょっと姿を戻して、なんなんこれ、気になるんやけど、これ生と死を分ける神のカードって何なんだ。使おう、なんか使ってみよう。 HP ちょっと減っただけやないか。なんか可愛いカードだった。うん、文章的にちょっとさ、少しかと思ったじゃないか。ちょっとそれに比べたら HP ライフ一つ減るだけって可愛いな。よっしゃ、じゃあなんか死神のカード必要なんか分からんけど手に入ったんで終わります。ご視聴ありがとうございました。週明けぐる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 、ありやちゃん、じゃんけんじゃんけんぽん。いや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 、自分を傷つけるカードなんかいる？いや絶対使わんでしょ今後。何に使うんや、自分を痛めつけるカードなんか。あやちゃん、そんなカードハンクドアに開ければいいよ。あいつのことやけん5000万の価値あるよって嘘ついたらすぐ受け取ると思うわ。